はいどうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、原因が特定されている特異的腰痛症であって、かつ発症3ヶ月以上の慢性腰痛に分類される、椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症という2つの腰痛を引き起こす疾患についてですね、こちらリハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。まずは腰椎の椎間板ヘルニアなんですが、じゃあそもそもまず椎間板とは何かというふうになります。椎間板は背骨の間に位置をして、こう背骨にかかる衝撃負荷を和らげる、いわゆるクッションのような役割を果たす軟骨です。スライドの方にもあるんですが、ここが損傷をしてしまって、その中の髄核というものがあるんですが、これが飛び出して神経を圧迫している状態、これが椎間板ヘルニアというふうになります。特に前かがみの姿勢で負担がかかるということがありまして、運動時に鋭い痛みが現れるということもありますし、足の方ですか、お尻の方がしびれてきたり、感覚障害を引き起こす、あるいは筋力低下が現れるなんてことがあります。実際背中を曲げると腰が痛いとか、普段猫背であるという方がこれ該当します。で、原因としては加齢、年齢を重ねることであったり、肥満であったり、長時間の座位を取る、こういう生活習慣であったり、あるいは中腰なんかの作業が主な原因というふうになりまして、主に20代から40代の男性に多いというふうに言われてはいるんですが、ただ痛いから必ずヘルニアであるとは限らないケースも実際あります。治療はですね、まずは激しい痛みが治まるまでは3ヶ月程度は目安にですね、こちらコルセットを用いながら、まず患部を安静に保つということがあります。それから必要に応じて消炎鎮痛剤、いわゆる薬物療法であったり、それから早期回復を望む、特にプロのアスリートの場合は手術をするなんていうことも場合によってはあります。その後、痛みが生じない範囲でやっぱり体を反らす運動というのは有効になってきます。中でもお腹のあたりの腹直筋であったり、お尻の大臀筋、太ももの下のハムストリングスというところは緊張が高いので、こういうところはリラクゼーションするというところと、足を持ち上げる腸腰筋であったりですか、背中の多裂筋という筋力は逆に弱くなっているので、この筋力強化というのを行っていきます。同時に腰への負担を減らすということは大事ですね。やっぱり過度にこう体をこう、かがめたりですとか、あるいは長時間の座位ですとか、立位を避けるなんていうことが生活指導としては有効になってきますので、ぜひこのあたりもですね、参考にしていただけると幸いです。さらに脊柱管狭窄症について解説をさせていただきます。この脊柱管というのは背骨の中にあります神経の通り道のことを言います。その中を通過している神経がですね、圧迫をされることによってしびれが出てきたり、筋力低下であったり、場合によっては排尿排便障害、膀胱直腸障害が現れるなんていうこともあります。特徴としては背中を反らすと腰が痛いということがありますし、中でも歩き始めたりすると痛んであったりしびれが出てきたり、それから脱力感が現れてきて、これ座ることで休むと収まるんですが、また歩き始めると痛くなる、これを間欠性跛行というふうに言うんですが、これが特徴になってきます。で、50代から60代のいわゆる中高年の男性が多いというのが言われています。で、治療に関してなんですが、まずこの脊柱管狭窄症は脊柱の構造的な変化が原因であるということが多いので、自然経過ですとかセルフストレッチのみでは実際改善が難しいというところがあります。なので薬物療法ですとかブロック注射であったり、コルセットを使用して症状が重度の場合手術をするということもあるんですが、やはり元々の障害が原因になってくる二次的な問題、それを運動ですとか姿勢ですとか生活に関するアドバイスを通じて改善や予防に努めるということがあります。具体的には3つポイントがありまして、1つは心肺機能ですとか筋力低下に対する運動支援ということがあります。特に有効なのが自転車ですとかエアロバイクなんかを使った有酸素運動です。それから背中を伸ばす脊柱起立筋であったり腸腰筋というところはやはり緊張が高いのでリラクゼーションをしたり、それお尻の筋肉大臀筋は逆に筋力を強化した方がいいというのも言われています。それから腰に負担をかけない姿勢の改善というのも2番目のポイントになってきます。
これは必要以上に背中を反らす姿勢を取ったりしてしまうことですが、逆に過度に前かがみを取ってしまうことっていうのはやはり避けていただいた方がいいです。膝をしっかり使うなんてことがいいというふうに言われています。それから3番目としては暮らしにおけるアドバイスということで、例えば台所であったり作業台の高さを調整したりですか、長時間立位を保持せざるを得ないという場合は、例えば足をだけを乗せる台を置いて、これ交互に足を乗せるなんていう方法もあります。あと生活の中で多いのは掃除機をかける際なんですけども、やはり過度に前かがみになったり過度に背中を反らすなんてことがないように、こういったところをですね、生活のアドバイスというふうにさせていただきますので、よろしかったら参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。